さあ参りましょう。慶応麻雀のお時間でーす。はい、今回のゲストは32期、現ですね、現法王位勝俣健二プロです。勝俣プロよろしくお願いします。お願いします。本日は、慶応麻雀という、バラエティ番組の、収録になるわけなんですが、この慶応麻雀ご覧になったことございますでしょうか。ないです。ないですよね。ないですよね。気持ちいいですか。井出さん、ないんですって。慶応麻雀ご覧になったこと。はい、ない。はい、今や全民放されてナンバーワンの視聴率。我が番組もでね、バラエティって言いましたよね、ゆうさん。はい、うちはバラエティじゃないです。なんですか。もう某民放でいうと1チャンネルぐらいの NHK ですか。真面目な番組。なるほど。子供から大人まで、大人まで幅広い世代に見られてます。なるほど、ええ、ただまあ幅広い世代に見られてる中でもそのドキュメンタリーがあったり、そうあったり、まあ、ドラマ、その某あの国営放送も、うん、バラエティがあったりドラマがあったり教育番組があったり、まあ、いろいろある中で、うん、まだ教育でしょうね。今日教育番組の枠です。なるほど、ええ、そういったことですね。そう、その辺をやっぱり感じ取っていただいて、うん、勝俣プロもオファーを受けてくれた。なるほど、はい、まあここだったら、いやで見たことないって言ってるから絶対番組を知り返しないですよ多分きっと。いやでも教育番組って聞いてきました。そうっすか。そうなの。そう、あ、そうなんすね。俺もそうだと思ってたんだよ。教育番組だったんすね、この番組。バラエティだったらお断りさせてもらっちゃうんですけどね。多分オープニングで今日吉さんがバラエティした時、マドマさんの顔がこうなったんだよ。あ、そんな番組これ大丈夫なのか、このまま収録して。これ番組の趣旨とか今から話せるのこれ。勝間さん、この慶応麻雀という教育番組はですね、はい、普段あの勝間さんはあの実況や解説、それから、まあ、対局ですね、ファイトクラブ等で、こうファンの方と接する機会が多く、勝間さんのこう魅力は、視聴者の方もよく知ってるとは思うんですが、それでもまだですね、知られざる部分、隠れている部分っていうのは必ずあると思うんですね、はい、そのあたりを我々5人が引き出して視聴者の方に伝えていこうという非常におせっかいな教育番組となっております。非常におせっかいな教育番組となっておりますので、まあその勝俣さんの隠れた魅力を引き出すためのコーナーがいくつか用意されておりますので、本日一日お付き合いよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、この中ではおそらくあのもう視聴者の方もこれはご存知だと思いますが、ヒロさんが勝俣さんとは、長いお付き合いをされていると思うんですが、そうですね、はい、そういった意味では先ほど言ったその視聴者の方が知らない、勝俣さんの魅力、良さ、まあ、逆に悪さ、よくご存知だと思うんですが、今日の収録にあたってですね、こうやってやるぞみたいな気持ちありますか。なかなかですね、まあ、皆さんご存知の通りだと思うんですけど、はい、勝俣は心を開いてくれないんですよね。そうですか。さらけ出してくれない。医療番組。医療番組。だからそこ井出君と井出さんの力を借りて、はい、なるほど、心を解放させてあげたいな。いや、教授うちにはやっぱエース吉野がいますね。あ、吉野はちょっとあのいつもね頑張る吉野がいるからね。さあ吉野さ、あれあれ、あ、おはようございます。なんか、ずいぶん、あれ、整形？あれ？整形なのこれ。そんなに、の、医療発展してんのよ。顎発展すぎる。顎は引っ張ってる。顎は引っ張ってる。顎は大金ある。吉野の大金が残ってるね。いや、吉野の方は出てないっす。顎は出てますからね。やっぱりそこだけは変えるとまずいと。そうですね。そこだけは残して。顎残してって言う整形がある。顎は触らないでって言ったんですけど。さあ、ということで、実は今回から、はい、このレギュラー陣、吉野篤氏に代わりまして、おくるまさんが今日から、レギュラー陣として加わっていただくわけなんですが、はい、まあ、簡単にですね、せっかくですから自己紹介の方を、していただいて。はい、自己紹介と意気込みも合わせて、意気込みも、はい、どうも、麻雀で、トンプー戦で吉野さんを倒して圧勝で倒してきました。圧勝でしたね。すいません、番組的には面白くないんじゃないかっていうぐらい圧勝で、まあ当然ですかね。ここに来るべくして来ました。おー、
大車翔です。意気込みですね、はい、あのまだ探り探りちょっと分かってませんけど、はい、あのまあ3ヶ月経った頃にはもう大車でいいんじゃねと。そうですね、まあまあまあ、そうですね、あれ大車いたっけみたいな、あだって顎一緒だからいいんじゃないだったら大車の顎で行こうみたいな同じ顎ならば、ここはもう顎が出てるやつじゃないですか。例えば大車さんダメってなって次で顎出てるやつになるんだっけ。それをお願いします。僕ダメになったら そこも鼻がでかい人顎だ、顎と鼻のコンビ僕らも健在ですからもうそこありきだ、うん、そこありき、顎と鼻が KO 麻雀ということで、まあ、今日から小車プロとなります、はい。小車さん、先ほどその頓風戦の方では、非常に番組として面白くないカットになったというお話でしたので、はい、ぜひ今日はね、面白い番組作っていただけると思いますので、ハードル上げますね、司会者いいね、そんな人いるの、そんなに司会者がそんな無理あるんですかさあ、ということで、それではですね、勝間さん、改めまして、はい、先ほど申し上げた勝間プロの隠れた魅力を引き出していくコーナー、早速一つ目のコーナーに参りたいと思います。勝間さんの真相に迫ります噂の検証のコーナーです。はい、こちらのコーナーは、勝間プロの勝間さんの隠れた魅力を引き出していこうということで、我々5人のレギュラー陣が勝間さんにまつわる噂を独自のルートで入手してまいりました。これまでちょっとなんかあれもう面白くないですか。いや、そんなことない。大丈夫ですか。あの勝間さんにまつわる今まで出たことのない噂をですね、うん、仕入れてきましたので、そちらの噂に勝間さんがそれは本当ですとか、まあ、嘘ですとかお答えいただくことによって、視聴者の方にその隠れた魅力を伝えていこうというコーナーとなっておりますので、このコーナーにおいて一つ、お約束していただきたいことがあります、はい。それは今から提出する噂がどんなにいい噂でも、またどんなに悪い噂でも、それに対する回答は嘘はつかないでください。うん、こちらお願いできますか。例えば、めっちゃ今、曲がりましたよね。絶対曲がりましたよね。今日までこう、築き上げてきた勝又像、プロ連盟、勝又像ってのがあると思うんですよ、うん。こういうプロのスタンスで、スタイルでやっていきたい。で、それがひょっとしたら今日の噂によって崩れてしまうか、まあ一部がですね、うん、崩れてしまう可能性があると思うんですが、それを今までのプロ像を守りたいがゆえに、これに対する嘘は、つかないでいただきたいんですけど、それお願いできますでしょうか。わかりました。大丈夫ですか。今あの間違いなくお約束いただきましたので、これね相当ビビってます。相当ビビってね、やっぱりね後ろめたく数々。いやそれはね、いくらねこうねあの大事にやってきたプロ人生でも。すねに傷の2つあるでしょ、必ずありますので、それを今日は白日のもとにさらそうということで参りたいと思いますので、それでは井出さん、お願いします。今日はですねオーダーも変えてきて、まあ新人もいらっしゃるんで、協力打線で、協力打線いきたいとってことは思います。1番キャッチャー日吉、はい、まずは塁に出ようと、はい。それでは勝間さん、私からまず、はい、まあ、こういう教育番組は当然最初は優しいですよね、うん、徐々に、どんなことでもそうだと思うんですが徐々に過激になって、うん、徐々に鋭くなっていくと思いますので、はい、まず最初はやはり視聴者の方も含めて知ってる部分もあるかもしれないんですが、さらに深いところまでお伺いしたいなということでございます。こちらです。競技麻雀の調整をサンマでするらしいという噂を、私はゲットしてまいりました、はい。先日、先ほど紹介の時に申し上げましたが32期の方位を取られて、今や連盟の頂点に立っている勝間さんなんですが、この競技麻雀の調整をサンマでするという噂なんですが、こちらは本当なんでしょうか。うん、あもう答えちゃっていいですか。まず答えていただいて結構です。8割ぐらい本当です。8割ぐらい本当、うん、っていうことは残りのその2割の部分をちょっとお伺いしたいと思うんですが、してたですね。過去形最近はしてないです。という最近というのは ちなみにいつぐらい A1 に上がってからはそうじゃなくなりましたね。ということは、その2年ぐらいは違いますね。それはなぜ、その A2 を昇級するまでは3まで調整されてたのに A1 リーグに上がってからは3までの調整をやめたんでしょう。なんかその3まで調整してたっていうのの、はい、元っていうか理由として、
まず3人麻雀の方が読みが入れやすいじゃないですか、はい、相手が少ないしパイの数も少ないし、はい、だからそういうところの確認だったりとか、はい、まあ、さらなるあの実力アップだとかそういった意味でやってたんですけど、はい、A1 に上がってからはそういったそのなんだろう、要はそこまでは自分の手牌とツモと戦ってた部分が大きいんですけど、A1 に上がってからは人と戦うことが増えたなっていう印象なんですよね、はい、だから相手とのその要はもらった手牌ツモを最大限に伸ばすというよりも、うん、手牌は少し落としても相手との駆け引きで勝つっていう方が重要だなっていうふうに思って、うん、そうなると3人麻雀よりも別の、はい、例えば相手のパイフ研究だとか、そういったことの方が増えますね。今具体的にパイフ研究というお話出ましたが、はい、じゃあその前にまず一つ伺いたいのが A2 昇級された時に、はい、もうそのような思考になって三馬を調整方法に選択するのをやめたのか、うん、実際 A1 で最初のうちは調整を三馬でやってたけど、あ、これちょっと違うぞと思ってやめたのか、その辺は どのそうですね、でも A1 に上がった時にはもうしなくなったんで、うん、まあ、A1 に上がる前からも、うん、その先輩方々とはタイトル戦だとかで何度も対戦することができますんで、はい、そういったところで、あ、そう、その自分の手牌とか積もとだけ戦ってるんでは、はい、なかなか勝たせてもらえないなっていう実感もあったんで、さあ、そして今具体的に出たそのパイフ研究などをして今を調整をするという話でしたが、うん、他に何かされていることとかってありますか。ちなみに、まあ、じゃあちょっと具体的に言いますと、方位決定戦望まれた時の調整方法って、これもし何て言うんでしょうか、企業秘密でなければ、うん、これは嘘とかではなく対戦相手にも伝わってしまいますので、はい、これはちょっと話したくないっていうことであればそれは結構ですので、いや、最初決定戦に進出が決まってから相手も決まるじゃないですか、はい、そっからはとりあえず全員のパイフを相当見て、うん、で一通り自分の中で戦略だとかそういうシミュレートができたら、その後はもうひたすら麻雀しましたね。それ対戦相手も一応こう頭の中に想定してということですか。してから、うん、はい、麻雀始めました。そっからはもう逆にパイフとか見ずに麻雀する以外はしてないですね。はい、KO 麻雀。これね、ちょっと聞きたかったんですけど、まあ、今回方位取りましたよね、はい、実は2年連続の決定戦進出ということで、はい、まあ、去年敗れました。しかも大体同じメンバーです、変わったのが、まあ、前田さんがいらっしゃって、藤崎さんと古川さんが変わった、だから変わっただけで、はい、メンバーは、まあ、3人は一緒だということで、で2年目の今回、まあ、リベンジっていう言葉、うん、ぴったりなぐらい、うんうんうん、で去年の反省を踏まえてある程度戦った部分というのはあります、あります、あります、はい、その辺だからどう具体的に、はい、そうですね、どう反省してってのを聞いてみたいですね。とりあえず勝ちたいじゃないですか、はい、勝ちたいから勝つためにはポイントがプラスにならなきゃいけないんで、ポイントをプラスにしたくて、まあ、上がらないとポイントプラスになっていかないんで、上がりたいという欲だらけで、なんかその麻雀のバランスが良くなかったなっていうのが負けた時の反省点だったんで、今年っていうかこの間は、まあ、ポイント増やせるチャンスが来るまで徹底的に我慢しようみたいな風な戦い方に変わったと思います。決定戦のスパンというのは1年目、まあ、初めてチャレンジしたと思うんですけど、長く感じましたか、それとも短く感じましたか。まあ、1年目は負けてたんで、はい、短く感じましたよね。あ、もう終わっちゃうと追いつかないよみたいなところありましたよね。今年は逃げてる立場だったんでいや、まだ10回もあんのかと思いましたけどね。KO 麻雀。もうじゃあ1個2個ぐらいちょっとお伺いしたいのが、はい、方位を取られてこうご自身でなんかこう気持ち的に、まあ、例えば自覚が出たとか、方位としての、うん、なんかそういった心境的な変化ってございましたか。心境的な変化、まあ、もちろん今までこう、わからないですけど、多分おそらく連盟員の誰もが目指す方位という、目標があって、そこに勝間さんがたどり着きましたと。でそれを取った以降
何かこう、うん、まあでもなんかとりあえずそのどの対局も全力で臨むっていうとこは変わってないんですけど、はい、まあその自分が対局してる時の注目度は変わったなっていうふうに思うんで、やっぱりその負けられないなっていう思いだとか、あの恥ずかしい麻雀はできないなって思いが強くなりましたけど、はい、うん、でもそんなに大きくは変わってないですかね。やはりこう注目度っていうのはご自身でも感じるぐらいこう変わってきますか。うーん、そうですね、やっぱりちょっとは変わったなとは思いますけどね。だってそれはそうですよ、今までだって、まあ、強くて注目はされてたでしょうけど、うん、強いだろう勝俣健二の注目度と、うん、もう方位勝俣、まあ、ちゃんとそれにあの証明されるものがついたってことですからね。そうそう、ついたってことですから、これはたったと興味ない人でも、うん、それは方位の勝俣健二どういうマージャンを打つんだってこう見ますよね、うん、そうですね、もうそれは当然ですよね。ちょっと私ばっかり聞いちゃってたあれなんですけど、何かもう一つぐらい伺いしたいことあれば、なければ私最後聞いちゃいますけど、その調整って A ルールでやったんですか、その方位決定戦。どっちもあります。あ、どっちも何でもやってました。あ、そうなんですね。だから、あ、だからその3万もしましたよ。あ、そうなんですね。全くしないわけじゃなくて、うん、しました、しました。あ、そうなんですね。でもその何、あのルールとかにはこだわらず、うん、とにかく想定してその場面が出てきたらそれはちゃんとものにして、そう、まあそうですね、あの黙して語らない人が一人いるんですよ。ん、まあ、山田教授なんですけど、うん、確かに一言も喋ってなかったですね。まあ野球を入れたこと過去数回その山田教授がこうまな弟子を見るような巣立つ、まあ、まあそういう関係だと私も聞いてますので、そんなに偉いわけでもなくて、ただまあこっちの方が出会った時に年上で、うん、まあ、ちょっとまだやんちゃだった頃なったのかな、うん、とは思います。どうですか、じゃあこれもちょっと聞いてみたいんですけど、ヒロさんから見て勝間さんが方位を取ったというこの事実はなんですかね。どういう、いや、まあなんか、まあ本当に素直に嬉しいっていうのがまあ一番ありますし、うんうんうん、はい、まあ悔しいっていうのもまあ正直ありますよね、まあなんかけどやっぱ変わったなと思うところもあるし、まあけど技術的には昔から本当に頭がいいし、いや、まあ自分が教えたっていうほどのこともなくて高いものがあって、だから本当にそのメンタルのバランスとかが一番問題があるところだったから、はいはいはい、特に若い頃は、まあ、切れやすい方だったし、まあ、俺も人様に言えることだったし、ね、すぐイラッとしちゃったりとかして、まあ、勝俣の場合はそのリーグ戦とかも昔はじゃあバッて100勝った次の節に100負けるみたいなこともあったんですか、してたから結構波が荒かったですね。一回だけですけどね。そうでしょ、一回だけ。想像もできないですね。で結構、いや、あれはひどかった、ね。なんかそういう風に崩れちゃう。だからなんか去年の放送自分が見てた感じだとなんか1日目良くて、なんかその2日目にいきなり崩れちゃった。ああ、そうでしたね、うん。なんかそういうの見ててなんか、うん、まあなんかやっぱあと勝俣はそんな変わってないって言うと思うんですけど、多分本当に発言とかもやっぱなんか責任感みたいなものが出てるなとは思いますけどね、すごい感じてるんだろうな、はい、という先輩の、お言葉でしたがいかがですか。はい、いやでも本当にあのヒロさんから学んだことはもうあの皆さんにお伝えできないぐらいありますからね、はい、若い時にあのヒロさんと一緒にアルバイトしてたことがあるんですよ、はい、麻雀のですね、で、まあずっと忙しいわけじゃなかったお店だったんで、はい、暇な時とかあるじゃないですか、はいはい、したら一問の名に切る問題見て、はい、顔も何もないんですよ、手配しかない問題とか見て、その手配だけで2時間ぐらいこれギリだああだこうだって話してて、それでやっぱりその全く今まで自分で思いつかなかったようなことをヒロさんが話していることを聞いて、あ、そういう考え方もあるんだなとかすごく勉強になりましたよね。発想力のね幅がすごいんですよね、お二人見てて思うのが、だってもう言ってることがすごかったですもん、まあ、それとまあ二人だけじゃなくて何人もでその話してたんですけど、いや、あれですか、何切る問題で絶対出てこないような回答すらも出てくるみたいな、そう、だいたい僕は打点バランスとパイ効率で折り合いつけてこれ切りとか言っても、はい、なんかいきなり全然わけのわかんない先切りを言って、え、なんでそれなんですかとか言ったら、いや、二巡後に当たりそうじゃないとか言って、自分の手配しかない、変わるの何にもないのに二巡後に当たりそうじゃないとか、
これはですね、あ、なるほどねみたいな、なるほどねもおかしいけど、なるほどねなるほど。ということでちょっとまあ競技麻雀の調整をサンマでするという噂でしたが、うん、本当はその鳳凰を取るまでの、まあ、または取った後それまでのちょっと経緯みたいのをこれを通じてちょっと聞いてみたかったなという一つ目のお題だったわけなんですが、うん、してたね、はい、してた、立ち割りしてたと。グランプリの時は完全にサンマ以外してなかったです。あ、そうなんですね、うん、単に好きなんじゃないかけど、まあ調整なんてちょっと格好になってますけど、調整という名のもとであれば誰もが付き合わざるを得ないから、なんか僕はねあんまね調整って言葉好きじゃなくて、はい、まだねその調整するレベルに自分は達してないと思うんで。かっこいいよね、超かっこいいんですよ一番上に座ったのにまだそう自分はと。そうなんです。ただ勝間さん、今のところこれで一つ目の噂まず終わるわけなんですが、うん、当然こんなもんで済むとは思ってないと思いますので、うん、ここまではこれまでの勝松さんの、なんて言うでしょうか、良さをより知っていただこうというような感じになりましたが、ここからちょっと本当に大変になると思いますので、はい、2本目から早くも2つ目の噂以降もぜひ饒舌な感じでお願いしたいと思いますお願いします、はい、ということで、今回はこの辺りでお別れしたいと思います。また次の放送もお楽しみに。それではさようなら。